なんで私にわざわざ電話で言ってきたじゃないですか、俺のやつマジかっけえから動画に世界中に知らせたいとか言って。僕はほとんど買いましたね。これもこれしましょう。こいつはまた派手だな。あえて抜いて自分で巻き直したわけです。これがずっと欲しくてニックに受注生産なんで。なんでこれを垂らしてるんですか。垂らすのが好きだ。もう私はお腹いっぱいです。はいはい、お疲れ様です。お疲れ様です。もう私はお腹いっぱいです。どういう意味の？もういっぱい見すぎた。お話聞かされてお腹いっぱいです。それはそれは私も何かあるためにさっきちゃんみようとか言ってなんかどうとか言ってずっと。今日は久々にだから、どこ行った？男見せた？まあ、ホルモンちゃんってプロスタイル。プロスタイル。ヒヒトーズレイヤー。でなんかちょっと安全帯をまあちょっと改良した。もともと僕はその配置は全然変わってなくて、既存のものが、うん、ボロボロになったんで、うん、同じものを買い替えた。僕はほとんど買いましたよ。あ、全部今日今作った。今作りました。この赤いところも変えたんじゃないですか。僕まだ買いたいところはある。買いたいところはあるけど、まあほとんど完成です。でちょっとどっちか行く。まあでもタキさんの方がいいんじゃない。タキから行く。だってそんな変わってないっていうんだったら、本当に配置は何一つ変わってない。後ろ見せて。もうちょっと確かにニックスばっかり。これでもニックスだね。でもこれもこれ小さじもニックス。そうです。あ、こういうのはなんかこれもなんかこっちがこだわってるらしい。これと比べたら分かる。グリップね。本来のものなんですけど。最初のこれが抜けちゃうんで、あえて抜いて自分で巻き直しただけです。野球用のグリップみたいな。三枚用のやつがあったんで、僕はそれを巻いてます。抜けた状態だとこの銀色の細さしかないんで、うん、あ、抜けたの。お前は抜けた。あ、たまたま。そう、あ、まさず、なんかお前はなんかもう抜いて作りたいです。あ、そうです、これ嫌なんで、うん、ちょっと握り心地が、うん、嫌なんで抜いて、まあ、色がいろいろあるんで、こっちの色と抜いて、あ、ほんで赤にしたいんだよ、お前は。あ、ほんで赤にはちょっと、うん、こだわりのポイントは僕の動画俺見ても何の厚さもないから俺全然解説しちゃえない。私もあのどっちがいいとか言うけどどっちもいいんじゃないですかしか答えれないから。フォーブのメーカーがあるんですけど、うん、僕はトップが好きなんで。俺もトップだったよ。基本的にトップで揃えてて、あ、全部トップなの。全部ではないです。ハンマーはまあ別のメーカーなんですけど、これもトップでやってます。でこっちは17に洗っていいか。はい、17人、うん、へぇ、ほんと何を喋ってるか分からないですけど、私これもスパナみたいな、これで回せるってこと。へぇ、どうしても17、21以外のものとかを回すときに、うん、こうやって広げて、うん、どうしてもシノがこのヘッドが入らないところとかを、うん、こうやって先に回したりとか、うん、っていう感じで使ってます。へぇ、今日買ったんですよね。そうです。スケールつけ、これあ、それもともと壊れとって新しいの買えたんだ。新しいの。どっからどこまで買ったの。ここは買ってない。ここは買ってないです。ここの下の部分、ここ黒いレザーの部分だ。これも多分個人で違うんだよね、ある場所とかも全部、ね、右がメインだろうやっぱな。そうです。で、こっちに本当だったらインパクト入れて、うん、で、重さが両方一緒になるように、そういうことまで考えるんだ。はい、でも、たけさんそんな感じです。黒の統一感ですね。黒シルバーで。黒シルバーのみ。なるほどね。ちょっと最後後ろ向いてくる。ハーネスは？僕のやつですね。タイタン。みんなタイタンですね。え？対してオカメが？はい、こちらに行っていただいて。あ、ちょっと。まあ、ほとんど一緒ですけどね。こっちは赤でね。こいつはまた派手だな。これも自分が出とんね。いや、全部違うじゃん。これなんか下になってるじゃん。これ絶対なんか真ん中にあって挟んじゃいません。足とかで邪魔になりません。チンコバー大丈夫です。チンコちっちゃい。なんでその低いのさっきもその話じゃなかった。カメラ前でちょっと違う。なんか違う、配置が違う。これ何が違うんですよ。純正のものは本当だ、この革のやつなんですけど、僕のは変えてるんです。あ、自分で。そうです、これが別売りなんです。これと同じ。これ、ここ引っ張りながら、うん、あ、これ、今日買ったやつだ。そうです、これは。これがずっと欲しくて、そうなんかテカテカの加工が加わったやつ。
ならどこにでもあるんですけど、うん、これはないんですよ。マットみたいな。本当にあのニックスに受注生産なんで。あ、そうなの。いや、ニックス限定ですね。マジ。色付きなんで。黒だったらいくらでも。黒とかはあるんですけど。これは何なんですか、これ。これ、こうやって引っ張るようになってるんですか。これはあの鉄骨の時に乗せを入れるやつ。ああ、ああ。いや、これ取り外し可能になってるでしょ。取れます。ああ。なんで？もともとここになんかもう一個つけようと思ってたんですけど、なかなかいいのがなくて、うん、でもこの状態にしとくとなんかダサいの。この下につなげれるようにしたいってことだろ、うん、これをあえて上につけないってことだろ、うん、上にもつけれるもんな、これ、はい、なんでこれを垂らしてるんですか。例えば、垂らすかっこいい。あ、だからそのままにしてくれて、こういうふうに変えたりとか2倍で使えるじゃないですか、縦で。あ、2つ使えるから、うん、腰回り横で全部つけたら限界があるんで、うん、さっき俺の腰回りなめんなぐらいの感じで言ったら何一人の腰回り。これも本当は縦でつけることによって一箇所でとどまってるやつ、うん、あ、こうつけちゃったら二箇所になっちゃう。はめれますか。だってなんか これもなんかさっきこだわって違うところまで買いに行ってたからね。これも慣れてないもんで。まだ今日新品なんで。でも安全帯って使って初めて完成ですから、ね。まだ使ってみて、これ変えた方がいいな、いつ変えた方がいいな。ああ、そういうことか。生まれそうか、全部取れるから。全部ではない。なんか取れるんですよ。2個だけです。それ交換するってこと。壊れたらすぐ交換できます。仕事の内容によって変えるってこと。細いところ、狭いところ入れるんで。あ、取るんだ、そういう時だけ。でも結局これなんかこれでかさばりそうですけど。僕はこれつけないです。入れるもんないの。そこには何入れるんですか、だって。僕の場合はクランプとか。基本作業着のここのポケットを突っ込んで。汚いね。全然腰袋じゃなくて、あの後付けのビスカップって言ってバケツみたいなカラビナついてるやつ、うん、あれを2つこう両サイドにつけてこっちにボルト入れて。ああ、もう袋をつけるんだ。すごいね、こうやって見ても2人で違うもんね。全然違うね。僕の場合も空きがないんで、うん、横の幅にずっと敷き詰められてるんで、僕、うん、は余裕あるんでちょっと、うん、ウエスト98なんで。もう70ぐらい違うから。20? ウエストっすよ。それはついていいの？いっぱいあったらかっこいいじゃん。かっこいいってだけ？わからな。ついてるもの一緒だけど、なんか配置によって違いすぎて、なんか一緒の人とは思えないでしょ。万全買ったら一緒じゃん。なんか一緒の業種とは思えないぐらい。だからさ、サイズも全く一緒だし。曲がりか曲がりじゃないか。なんか同じなんですけどね、ついてるもの。なんか、たけさんは締まってる感じがある。黒だから。体型の問題じゃない。違う違う違う。そう、体型じゃない。違う違う。結構引きずり。星道具って誰が一番とかないですか？みんなかっこいい。みんなそれぞれ違う。トミーやる。だったらトミーやるの。トミーやるじゃん。手で押しながら、ちょっと。手で押さないと取れない。そうだったら、見れば取れる。こうやって取れるじゃん。うん、それだからつけてるやつ。ここで押さえてるから。そうそうそう。だから僕もこうやって足にくっつけながらひねれば。あ、くっついてる鉄。カラビナ下にあると不便ですね。僕の中の印象はこういうことになってる。あ、そうです。で、そっちの方がいいじゃん。これだとひねるまでが大変なんで。僕はもう下にカラビナを絶対もう動かないようにひねりやすく。あとサイズも全然ちゃうんで、うんうん、ちっちゃいの、ね、この人大きいですよ、うん、確かに大きい。なんかちっちゃいやつ今日買ったでしょ。ちっちゃいの、それがここにおる。何もつけてない。あ、そんなかわんくてよかったんじゃんって感じ。なくてよかったでしょ。じゃあこれでもなしだったらやばいです。なんで全然違う。もうこだわりがあるんだ。そういう見た目な。需要性はないんだ別に。でも腰道具ってでも正直それじゃないですか。すごいと思います。でも別にこれがあるからダメってわけでもない、うん、確かに。でもあ、じゃあなんか使いたいとかつけれる。まあ、あって不便ではないって感じです。でも多分2年は使わない。こんだけ2件回ったいいね。すごい、はい、かっこいいね。そうですか。ずっと鏡見に行ってますからね。なんで私にわざわざ電話で言ってきたじゃないですか。俺のやつマジかっけえから動画に世界中に知らせたいとか言って動画撮りに来てとか言って。これは YouTube に上げてほしい。そうそうそう、撮りに来てって言ってたから。めちゃくちゃ見たんですよ、その、まあ、でもいろんなニックスの有名な人とかいるじゃないですか、うん、
そのずっと投稿見て。でも新しいのって嬉しいもんね、なんか何かしら。で、自分がこだわって金かけて作ったから、一生懸命働いてたから。アピールポイントありますか？まずこれ、これ普通の人はつける。そうそう。調子いいのか。これまだ皮が硬いですよ。皮が馴染むまでは塩が取れない。うん、でも馴染んだら別に馴染んだらもうちょっと緩くなるから。何をつけてるの？一本刺し。これは市の単体の専用のもの、だいぶ馴染んだらこうなるから、入れ落ちて柔らかそうな感じ。これもでもトップですね。一緒だよ。そう磨き一緒だね。5000円ぐらいのやつですよ。ちょっと高いです。普通の市の2000円ぐらいです。こういうの油とかなんか見たら早く進んだよ。グローブみたいな感じ。結局皮だから、そうです。グローブ、これをワセリン塗りますよ。そうすると早いです。馴染みます。皮も結局何かの皮膚だったことですか。何かの皮膚、確かに考えたらね、確かに。一本差しの方がかっこよかったんちゃう？日本差しってもかっこよかった。理由があるんですよね。予算的な問題で。一本差しの方が高い。僕が行ったお店は高かったです。これ本来、その市の差すものじゃないんで。うん、ドライバーマイナスドライバーのものなんですよ。これだったら1万円ぐらいなんですけど、だけど僕が行ったお店は3万とかした。へえ。これは1万5000円。マジ？だからまあこっちにしようと思って。これジャラジャラがいいですね。そうそう。でもまあ好みですね、それも。ここにも1個つけてますか。もう眠そうになってきてるから。まあ これも好みとかね、個性で違いますね。はい、じゃあ皆さん、安全帯もいいですけど、ハガドルシャツいいですけど、ってハガドルシャツ、後期の運動、YouTube に上がってますんで、本当にこういった時に力が出てきたやつな。本編仕事がハガドルように違うところの力が発揮されるんで、違う力が発揮させるやつ。チャンネル登録いいね、はい、チャンネル登録絶対バレるぐらいのちょろちょろちょろ。確かに。ぜひチャンネル登録いいね、よろしくお願いします。お願いします。せーの、また見てね。